こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。いわゆる輸出規制の勘違いから不買運動による脱日本を掲げ、日韓関係が良好になっていますが、韓国のアイドルグループが不買運動を猛批判し韓国で炎上したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。グループスーパージュニアのメンバーキム・ヒチョルがインターネット放送で、ムン・ジェイン政府と共に民主党主導で2019年に国内で起きた反日不買運動を非難し、民主党支持者の顰蹙を買っている。キム・ヒチョルの発言はコメディアンのチェ・グンが進行するアフリカテレビチェガネから出てきた。この日ゲストとして出演したキム・ヒチョルは、酒を飲んでノージャパン運動に言及していたところ、2019年に日本不買運動があった時、私がクソと言ったのがと話し始めた。慌てた進行者が制止したが、キム・ヒチョルはあまりにも話にならないと話し続けた。結局司会者はマイクを切った。その後マイクがつくと、キム・ヒチョルは日本不買運動はとあるやつらのクソみたいな話ではないかと話した。当時集団主義強風が吹き込み、日本ブランドを購入したり日本旅行に行く人々は親日派と罵倒された。キム・ヒチョルの今回の発言に民主党支持者たちは強く反発している。キム・ヒチョルの両親、家族を取り上げる人身攻撃性の非難文も多かった。それではネットの反応です。ノージャパン宣伝扇動した文在寅政権だが、文在寅の娘は日本留学は？自称芸術家の息子は日本で受賞歴。不買運動は結局自国民の自営業者殺しだったのではないか？選択的不買は本当に嫌だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。